おはようございます。今日はですね、 Vlog スタイルで行こうかなと思います。で、今朝というか、まあ昼ですね。もう起きて準備してお店に来ました。お店に来る前にこの GoPro のいろんなやつ使って来るまでのなんか道のり、これですね、なんかこんなんいろいろ使ってなんか撮ってはみたんですけど、なんかあんまりしっくりこなくて、どうしたもんかなという感じです。で、今日の昼ご飯モンスターですね。で、この昨日紹介したベミコさんの NPF だ、 NPF バッテリーか、これ昨日何時間ぐらいかな、4時間ぐらい経ってもまだ充電しきってなかったんで、倍ぐらいかかるのかな、やっぱ8時間とか9時間ぐらいかかんないと多分満充電ならないですね、これは。まあ容量大きいんでそんだけね、あるかもしれないけど、まあ、という感じです。いただきます。今日なんですけど、まあ、GH5 をせっかく買ったんで GoPro と GH5 で Vlog を撮ろうかと思っております。で、 GH5 がこれ、さすがにちょっとこのまま持ち歩くのはしんどいので、ストラップ買ったんですよ。これストラップを買ったので、これを開封しようと思います。ここにストラップ取り付けるんですけど、純正やとその取り外しが面倒なんですよね。で、基本的にはこの室内で撮影することが多いので、すぐ取れたり外れたりする方がいいなと思って、それでこれを買ったんですよね。これが何やったかな、なんかこう、何て言ったらいいんかな、細っ、こういう、なんて言ったらいいかな、着脱ができるやつって言ったらいい、すぐに着脱できるやつにしようと思ってこれにしました。一応なんか手首用と、まあほんまのストラップとついてますね。ささやかな贈り物、レンズキャップ、紛失防止用ストラップ、これ便利やな。どうやってつける、これに貼れってことか。いや、これはちょっと嫌やな。まあ、うん、ぐらいかな。まあ、そういうやつを買いましたと。今日はちょっと、レビューじゃないんで、さささっといきますね。はい。まあ、ということで、これっすよ。これ。これを GH5 に取り付けとけば、撮影するとき、普通に撮影するときは、これストラップ外して、Vlog 使うときは、このストラップをつけると。ちょっと長時間は厳しそうだな。細いし。まあでも、ないよりはマシですよね。めっちゃ安かったら2000円もいってないんじゃないかな。こんな感じ。どうかな。こんな感じね。これで取り付けて、まあ使うときはこれはすぐ使えるという感じです。で、あとここにマイクとこれを取り付けて、これをかける。
こんな感じやな。こんな感じね。いいでしょ。ちょっとこれでかすぎる。いっか。いや、ストラップをね、こう取り外すのはめんどくさいんで、つけなかったんですよね、普段。でもこれがあれば、つけれると。この GH5 と、GoPro で、Vlog 撮ろうかなと思います。まあなんかこう、歩いてたりとかするときは、さすがにこれずっとはしんどいんで、こっちにして、お店入って、なんか料理撮ったりとかするのは、こっちの方が綺麗かなと思うんで、こっち、まあどっちも使うと。ちょっとね、映像の質がどうなのかがわからんですけど、でもどっちにしてもこれも 4K 撮れるし、4K24P で、こっちも 4K24P で撮れるんで、そんな無茶苦茶なことにはならんかなとは思ってるんですけどね。はい、っていう感じです。今日はお店に荷物が届くので、それを待ってる間に、まあ今撮ってるやつをちょっとどんな感じかなと思って、あと GoPro で撮ったやつと合わせてちょっと見て編集する間に届くんちゃうかなと。その後に夕方はご飯食べに行く予定してるんで、そこに行こうかなと思います。結局もう4時です。荷物届いたので今から家に帰って自転車に乗り換えてご飯食べに行きたいと思います。では、こんなバカな、うん、みんな入り寝てへん、寝てた、どう、あんだけ食べるからね、あ、え？勢いすごいし。うん。そうか。みんなは来てない。まだ来てない？入っとこうか。間違いない、じゃあ5時にからオープンやから、ちょっと待ってやって、はい、お願いします。お察して、もうすげえ、ちょっと早く、これ明後日の YouTube でね、良くないわ、そういうの良くないわ、ほんとお上品だ、お上品だ、お上品だ、あー、あら、ほんとならいいわ。じゃあお願いしていいかしら。お疲れ様です。まあ、お上品に、ありがとう、お疲れ様です。じゃあ歌うか。私はそんなことはできないです。今あどこ乗り移ってるんで、平林先生に私も乗り移ってる。あんまりお下品なことはできないの。